はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。昨日ちょっとね、面白い記事を見つけたので、それについての動画なんですけども、それが日刊現代デジタルの記事ですね。 URL は詳細欄に載せておくんですが、その記事のタイトルがこちらです。日本相撲協会八角理事長に聞く、貴景勝はなぜ横綱になれない、貴乃花の元弟子だからはてな、という現在の日本相撲協会理事長に直撃インタビューした記事になっております。こちらがね、なかなかまあ面白かったので、そちらのシェアですね。こちら主に八角理事長に対して貴景勝の綱取り、横綱にというものに対する質問なんですけども、まず先場所、初場所貴景勝優勝しましたね。12勝3敗という成績でした。そして昨年の11月場所も同じく12勝3敗で優勝同点ということで、2場所連続準優勝優勝という感じで、好成績を残しました。またその先場所の優勝で今場所は綱取りをかける場所になるんじゃないかというのが前提条件ですね。そしてそれに対して貴景勝自身も、相撲人生の中で何度もあるチャンスではないので、闘争心を持ってとにかく気持ちの入った相撲を取っていきたいと、並々ならぬ気迫というか決意を口にしているというところです。ただ場所後には大関の地位で優勝ということなので、当然3月場所は綱取りになるかと思われたんですが、八角理事長そして審判部の佐渡ヶ嶽親方が、それについてはね、ちょっとこう口を濁すというか、明言はしなかったというのが、場所後のね、ちょっと動画にも上げましたが、そういうこともありましたね。さあ、それを踏まえて記事ですが、記者の質問、貴景勝について横綱に推薦されてよかったのではという声もありますという質問に対して、八角理事長、横綱に推薦するのは横綱審議委員会なので、その理由は分かりません。ただ貴景勝の場合はあくまで優勝に準ずる成績、確かに4場所連続で10勝以上中ですけども、その直前の3月5月場所2022年の話ですね、はいずれも8勝7敗で内容も良くなかった。そうしたところを加味されたのではないか。もちろん審議の対象にはなっていると思いますよ、という答えでした。これは11月と1月どちらも優勝同点優勝という感じで、横綱昇進の、目安とされている2場所連続優勝またはそれに準ずる成績と、いうものがあります。この観点からいくと、11月優勝同点、そして初場所は優勝ということで、成績はねクリアしているといえばいるんですが、ただ横綱が出ていない状況だったり、一人大関だという状況だったり、12勝というものだったりね、いろいろなものを加味して、初場所後の横綱に推薦というものはねありませんでした。これに関しては、あまりね異議を唱える人も少ないのかなと思います。現在のね大相撲の状況、実績に横綱みたいな位置にいる貴景勝にとっては、2場所連続の12勝というものはね、横綱に推挙するにはちょっと物足りない成績っていうのは分かりますね。ただ八角理事長も言うように、審議の対象にはなっているということで、これだけのね成績っていうのは現在の相撲界で残せる人はいないので、そういう意味ではね、全く考えていないというわけではないみたいですね。さらに理事長は貴景勝をどう見ていますかという質問に対して、押し相撲で4場所連続10勝以上は非常に難しい、それだけ本人の精神力が強いことは間違いないというふうに言っています。八角理事長自身も現役時代は押し相撲だったので、それでねこれだけの成績を上げる難しさというのは熟知しているということでしょうか。さらに質問、では横綱になるにあたって物足りない部分や課題などは、という質問に対して、圧倒的な立ち合いの圧力でしょうねと。大関に昇進したばかりの頃の圧力、確かに最近は押しながら相手をよく観察し、左からいなす相撲が増えてきた。それはそれで安定感は出てきますが、やはり圧倒的な力強さを見せなければマイナスのイメージは回復できないと言っています。これはちょっとね、なかなか興味深い意見ですね。確かに押し相撲という性質上、立ち合いの圧力っていうのは非常に重要だと思うし、それはもちろん四つ相撲でもそうなんですが、
その立ち合いの圧力に関しては今よりも大関に昇進した頃の方があったんじゃないかということですね。貴景勝の最近の相撲っていうのは以前と比べて変わってきていますね。それは立ち合いで一気に持っていく押し相撲というよりは、本人曰く、まあ四つの押しみたいなね感じで本人は言っていますけども、押し相撲だけど一気に持っていく相撲じゃなくて、まあ、じわじわとね相手を見極めながら押していくみたいな、回しは取らないんだけど割と四つ相撲みたいなねこう進め方みたいなのを本人が、まあ、口にして課題にしている、そしてそれを目指しているという状況は前の動画でも言いました。まあ、これについて八角理事長、安定感が出てきたことは認めているが力強さはなくなったというふうに見ているようですね。さらにマイナスのイメージまであるということで、まあ、理事長はこの貴景勝の相撲の変化というものを好意的には見ていないのかなという、そんな印象を受けますね。そしてさらに続けます、質問。確かに貴景勝は負けるときはあっさり口が、ファンによってはペタッと倒れ込んだカエルみたいなんて声もありますということに対して、赤売り以上、それは現役時代の私のことですか、かっこわら。ただあっさり負けるのは押し相撲の宿命でもある。むしろそれを気にしていたら前に攻めれません。常に強気強気じゃないとダメなんです。私も押し相撲でしたが立ち合い変化であっさり負けることもありました。とまあ以下ははしょるんですけども、まあ、押し相撲というもののね難しさというか儚さというか、まあ、やはり立ち合い変化で落ちてしまう可能性が高いということは、まあ、理事長自身もよく分かっているということですね。まあ、同じく貴景勝も押し相撲ということでこういうふうに負けることはあるということですね。まあ、立ち合いでの立ち合い変化じゃなくてもちょっとしたねこうタイミング合わせた畑に落ちてしまうシーンっていうのはそんなイメージはありますよね。まあそうだな、先場所で言うと翔猿とやった時とかは、まあ、立ち合いからの畑ではなかったんですけども、タイミング合わされて下にこうバタッと落ちてしまっている、そして悔しそうに顔を上げるという、もうねなんかあの感じというのは、まあ、染みついてますね。さらにこんな踏み込んだ質問もあります。貴景勝はかつて執行部と対立した元貴乃花親方の弟子でしたが、それも昇進に影響しているのですか。これは踏み込みましたね。それに対して八角理事長、それは関係ありませんよと断言しています。まあそれはそうでしょうね、それはありますとかね言うわけないですから関係ないと思います。まあこの辺はその本当にこの通りなのかなと思いますよね。現在の貴景勝一人大関人気力士ということも考えて、ね、以前対立した弟子だから、まあ、弟子に別に罪はないですから、そういうものは本当に関係ないのかなとは思いますね。さらに八角理事長は昨年の照ノ富士の横綱昇進パーティーで貴景勝と会った時に、とにかくぶつかり稽古をやりなさい、頭を抑えられた状態ですり足をしなさいと本人に言いましたということで、まあ、貴景勝自身にこうアドバイスをしたというふうなことも言っています。そしてその稽古の意図については、まあ、さっき言ったぶつかり稽古はね皆さん分かると思いますが、その後にこう頭をねグッと押さえつけて、そしてそのまますり足する、これねめちゃくちゃきついんですけども、その稽古の意図に関しては、何回も何回もぶつかり稽古でぶつかってクタクタになった状態でさっきの頭を押さえるすり足をする、これは相当しんどいんですが、本当にしんどいです。その稽古が本場所での最後の一歩半歩になると、そしてそれが勝利につながるというふうに言っていますね。まあこの稽古っていうのは押し相撲に限らず非常にね大事だし、まあ、きつい稽古っていうのはまあ僕も分かります、やったこともあるし本当にきつい、ぶつかり稽古で疲れた後にやるのがまたきついということで、まあ、これはね確かに強くなるのかなと思います。さらにこれは理事長自身が千代の富士さんにやられた稽古から来ているということですね。さらに記者から、貴景勝ははたかれると簡単に落ちるイメージがあるということに対して、そう思われてしまうとなおさら昇進には不利でしょう、その印象を跳ね返すほどの圧倒的な力強さがあればまだいいのですが、もちろん相手の力士にいざとなればはたいて落とせばいいと思われてはいけませんと言っています。さらに、そうしたことは貴景勝には話したのですかという質問に対して、それはしません、最終的には自分の感性ですから、自分で考えて努力する人が横綱になるのが大相撲ですからというふうに言っています。
まあここまでのインタビューを見る限り、八角理事長は貴景勝の強さ、まあ、力強さ、安定感というものは認めている一方で、ただ圧倒的な圧力とか、まあ、実際にはどうかは置いといて、そういう印象は持っていないということですよね。圧倒的な圧力みたいなのが、まあ、未だにこう感じられていない八角理事長の中では。そしてね、押し相撲だった八角理事長だからこそ、その物足りなさっていうのはまだあるのかなという印象ですね。まあ、貴景勝に対してね、非常にこうマイナスのイメージも持っているみたいな感じですから、まあ、それは弱いとかいう意味じゃなくて、まあ、簡単に落ちるとかね、さっき言った力強さがないみたいな意味で、まだちょっとこう横綱っていうものにはどうなのかなっていう、まあ、そういう印象をね、八角理事長は持っているんだろうなと推測しました。そしてね、ここから私の意見なんですけども、ちょっとね、この八角理事長が貴景勝に求めている押し相撲の横綱としての力強さと、貴景勝自身が今追い求めているものっていうのがね、ちょっとずれてるようなね、感じの印象を受けましたね。なんか八角理事長は、圧力とか力強さみたいなのを求めていて、貴景勝はもちろんそれはあるとは思うんですが、こう安定感というか、一気の攻めっていうよりは押し相撲なんだけど、こうじわじわいく、まあ貴景勝の言葉を借りるな、四つの押しみたいなものを求めているので、まあ、そこが本当ね、かなりこうズレがあるのかなと思います。八角理事長の求めているものの方が、いわゆるこうステレオタイプなというかね、一般的な押し相撲の形に感じますね。それに対して貴景勝が目指しているものは、押し相撲の新たな貴景勝自身の押し相撲みたいな感じなので、そこのね、隔たりっていうものがね、このインタビューでね、大きく感じましたね。まあこういった形で両者の考える押し相撲というものに隔たりがある中で、じゃあ目指しているものが違うから貴景勝が横綱になれないのかっていうと、まあそれはそんなことはないとは思います。じゃあ貴景勝が何をすればいいのか、もうそれはもうね、結果で示すしかないですよね。まあ、八角理事長が今貴景勝に持っていないというか、物足りなさを感じている力強さとか圧力というものに関して、それはもう優勝と、そういうもので見返していくしかないのかなという感じですね。まあ、先場所、先々場所と12勝続いています。さらに言えば4場所連続で10勝以上は上げているんですが、やはりね、今場所横綱をもし目指すのであれば、優勝っていうものはもう絶対条件で、さらに13勝以上の優勝っていうものがね、まあ一つのこうノルマになるのかなと思いますね。まあ個人的にはね、12勝3敗でも優勝したら上げてもいいんじゃないかなというか、まあ優勝した時点で横綱になっていいんじゃないかなとは思うんですが、まあやはり多くの人がね、納得する意味、まあ本人自身もという意味で言うと、やはり13勝以上、できれば14勝とか、横綱が出る出ないにもよりますが、まあ、そういうものはね、求められるのかなというか、そうなれば誰も文句なく、まあ、横綱に推挙された時点でね、文句はないんですけども、まあ、文句なく上がれるのかなという、まあ、印象ですね。まあ、ただね、私自身は八角理事長が求めるようなその力強さ、圧力のある押し相撲、まあ、もちろんそうなんですけども、まあ、そういった力士はね、もう過去に今までいっぱいいたので、もうそのようなね、まあ、割とちょっとお腹いっぱいみたいなところがあるので、貴景勝さんが今求めているこう四つの押し、新たな押しのスタイルっていうものが、どこまで彼が極められるのかというものにも興味があるし、さらにこの現在のね、大相撲でどこまで通用するのかっていうものはね、非常に興味があるので、貴景勝さんにはね、今の四つの押しっていうものをこうしっかりと磨いていってほしいなと思いますね。そしてね、それで自分の求める形で多くの人をこう納得させる横綱になってくれたらベストかなと思います。まあ、この記事のインタビューは他にも続いていて、現在の、まあ、一横綱一大関の異常事態についてとか、まあ、三役人についてとかね、まあ、あとは新弟子の状況に関してみたいなものにも触れているので、ぜひ気になる方は本文を読んでみてください。ということで今日はここまで。高評価、いいね、チャンネル登録、そしてメンバーシップもあるのでよろしくお願いします。ということで終わり。ありがとうございます。